はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、カズです。これね、誕生日プレゼントでもらったんですよ。ほら、豚さんがね、いっぱい書いてあるの。いやー、これね、センスあるね。大好き、これ、こういうの。いや、今日はね、この T シャツのレビューじゃなくてね、皆さん、例えばこういったネクサス7とかね、見るときにね、手で持つの邪魔くさくない？やっぱ人間ね、楽したいんですよ。この左手がね、邪魔っていうか、これ、離してね、こうやってみたい？そういう楽をしたい人間のためのアイテム、あります。ございます、奥さん。では本日紹介するのはこちらでございます。マルチアングルスタンド。では早速中身確認していきましょう。はい。よくわからんやつ。はい。取扱説明書。そしてこちらが本体となります。わ、結構がっしりしてんな、これ。ではこちら外観をまずチェックしてみましょう。はい、こちらなんですけども、このような形になっております。ここら辺はね、金属製ですね。アルミか何かちょっとわからないんですけども、このタブレットを乗せるとこ、ここだけがね、なんかプラスチックのような形ですね。例えばね、ネクサス7をね、ちょっとこう入れてみると、まあ、こんな感じでプラの部分だけが当たるような感じになっております。そしてこれがね、角度を変えるためのもの。横のここを押すことでね、このようにね、ぐにゃぐにゃと曲がるようになってるんですけども、これがね、ほら、結構ね、微妙な角度で止まってくれるんですよ。まあ、ここまですることないと思うんですけども、7、8、9、10、10段階は楽にありそうな感じするな。まあ、ここまで含めたらね、まあ、こうすると使い道ないんだけども、むちゃむちゃね、融通効きますね、角度の調整が。はい、とりあえずこちらね、このようにネクサス7はね、がっちりとね、置くことができております。そしてもちろん、縦置きも可能。そしてもちろんね、こちら iPad mini もね、何の問題もなく置くことができます。さらにはね、もうワンランク大きい iPad 持ってきましたよ。iPad の厚みでもね、特に問題はありませんね。ちょうどね、ここを見ると iPad の厚みぐらいでもういっぱいいっぱいかなっていうような感じですね。そこまで余裕はないので、ケースつけるとね、もうここ入らなくなります、おそらく。そして iPad のね、縦置きもね、よっこいしょと、いけるね。まあこんな感じでね、ネクサス7とかその iPad、ほとんど関係なくね、スタンドにできました。それでこちらデメリットというかね、デメリットはね、なんだろうね。とりあえずね、ここの幅がね、そこまで広くないので、ちょっと分厚めのケースとかつけてるとここ入らなくなる恐れがございます。あとはね、充電分が下になってしまった時、こうするとね、充電できません。もし、充電しながらね、見るときはね、こういった形になりますね。まあこんな感じでね、上にコードがつくとかね、ちょっとね、かっちょ悪い感じになっちゃうんですけども、まあこれはね、仕方ないね。うん。まあでもまあこんなところでしょう。十分優秀ですね。このね、角度調整がね、結構効くのはいい感じ。これとかだとね、ちょっとこっち見てみよう。仮にここがね、ベッドとして、ベッドの上でもね、寝ながらね、視聴ができるかもしれないね。うん。ちょっとふらつくけど、いけないこともないかも。では最後にこちらね、このね、無段階っていうかね、10段階ぐらいね、ぐるぐる効くこの専用のスタンド。気になるお値段は送料込み999円でございます。ちょっとね、先ほどのベッドの上の使い方はね、ちょっと不安定すぎるけど、こういったね、硬い机だったら倒れることはないので、まあ、ちょっとしたね、スタンドとして使うのもいいかもしれません。またこちらね、そこまで大きなものでもないので、カバンの中に入れて、普段持ち歩いてもいいかもしれませんね。以上、iPad とか Nexus 7で使える、角度調整の効くスタンドの紹介でした。無理に足に挟めて使用することも可能です。こうするとね、遠くで見えなかったものが見えるようになったりすることもあるかもしれません。では最後にこちら、楽